こういう感じかな。まあちょっと今回こういうのを目指して2杯をこうやって履いて、でこの感じで着てました。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。雑談をしながら制服ギャルになっていこうと思います。イエーイ。まあ今ギャル時代が再来しているとは言いながらも、やっぱうちらのギャル時代とはちょっと違うなと、まあ老いもそんな全盛期ではないんですけど、まあちょっと違うなということで、31にはなりましたが、まだ制服も取ってあったし、高校の時の制服も取ってあるし、その高校の時に使ってたバッグとかも残ってたので、老いが行ってた高校は、まあ、そんな高速女子にはめっちゃ厳しいってわけでもないけど、まあ、かといってめっちゃゆるゆるでもなくて、普通に今の多分茶色くらいで、まあギリかなっていう感じのところだったので、すごい髪を明るくしてたわけでもなく、でもうパラパラサークルとかには入ってたの。だから、休みの時とかは、まあ、髪明るくしたりとかして、ただこれは休みの日かな、こういう感じかな。まあちょっと今回こういうのを目指して、とりあえず化粧をしながら喋っていこうかと思います。そんなに化粧が得意じゃないんですよ私は、まあ、今も昔もで、しかもファンデーションも昔は塗らなかったの。もうめっちゃ日焼けしてて、肌ただただ黒かっただけだから、しかもニキビ系の人だったのもあって、ファンデーション使うとどうしてもニキビができちゃうし、なんか息苦しくなっちゃうしっていうので、ファンデーションは使ってなかったんだよね、まあ、だから今日もどうしよう、まあ化粧のノリが悪くなるから下地は塗っていこうと思います。眉毛が一番違うんだよね。眉毛がすごい鋭角に上がってるかどうかの違いがあるからさ、眉毛はでもどうしようもないよね。で、化粧の感じも基本変わってないの。もうケイトのね、ブラウンアイシャドウ塗るっていうのがもう基本だったし、つけまはあるからつけまして、で、カラコンして多分囲みメイクしたら、化粧的にはね、そのあれと一緒なんよね。この、これあるじゃん。これで、どこまで黒くできるかやってみよう。あ、これでちょっとなんとなく、黒くなるかな、まあ、顔はねさすがに今は焼かないように日焼け止めは塗ってるけど、日焼け止めも塗ることはなかったですね。ニキビできるのが嫌だったから。やっぱり一番、お、ちょっと黒くなったんじゃない、ほら小麦肌っぽくなった。これでいこう。はい、こんな感じ。眉毛どうしよう。で、眉毛もう描いてなかったの、あの眉ペンみたいなのとかで書いてなくて、ほらすごい毛がある人だからさ、自眉毛をただただこう整えてこの角度に作り上げてただけだから、どう しようかね。ギャルメイクね、最近流行っていろんな人たちがやってるけど、やっぱ眉毛が違うと、昔ギャルだった人たちの顔もさ、全然ギャルには、ね、やっぱなってないんだよね。ここら辺を隠したらいけるかな。お、お、意外と隠れるもんかもしれない。どう？眉毛もこんなにボーボーと伸びてはなかったんだよね、やっぱ短くちょっと眉毛なくなった。もうなんか変な感じ、ぼかして、上に吊り上がる眉毛が欲しい。でも吊り上がった。おい、昔ここにピアスをつけてたんですよ、眉毛に。エッグモデルのロミシちゃんっていう子がいてて、そのロミシちゃんがここに眉毛のねピアスをしてたのがあって、それがすごい好きだったので、高校の時にピアスはそんなに禁止とかはないんだけど、眉毛にピアスしてるのはなんかちょっと異次元だったから、まあ、前髪でいつも隠してやってたりしてた。薄い方が昔の老いっぽいんだよね、だからちょっとだけ、なんかいつもとそんな変わんないな。でもこの眉毛にはならない。
これただただマジでいつもと変わらないメイクになりそうな気がするけど、で昔はあんまり、しかも髪を巻くっていうよりは、で基本的になんかストレートヘアだったな。最近ですね、SNS、インスタ、ツイッター見てくれてる人は知ってるんですが、胃腸炎にかかりまして、ちょうど3連休の前の金曜日ですね、6日からすごいお腹が痛くなって、土日月火かな、東京に行く予定だったんですけど、もうダメでキャンセルしましたよとっても悲しかった。友達との新年会もあったのにさ、もう行けなくて、撮影もあったけど、まあ、それはずらしてもらえたからよかったけどさ、いやー本当申し訳ない。何に2日にイオンに初売りで行ってお買い物して、そっから外に出てなかったんですよ。6日までだから4日間、発症までの期間が空いてて、で帰っといて家族にもなんか私以外そういう症状の人もいないから、あれ何だったんだろうなって。結局医者には行かなかったんですけど、症状がすごい胃腸炎だったの、ノロとかね。あとはエビを前日前々日くらいに食べたから食中毒かなって思ったけど、食中毒にしては結構長引いたんですよね。4日5日くらい結局ずっと具合悪くて、吐くのは一晩で終わったんですけど、そのあと一日中もう下痢が続いてて、私みたいなさ排泄障害の人の下痢って感覚が分かんないから、もう常にずっとおむつしてて、もうお腹痛いし具合悪いから寝てるじゃないですか。でお腹痛いからトイレ行くっていうことも基本できないから、もう匂いで察知するしかなくて、もうそれが10分おきくらいに本当にうんちの匂いがするわけですよ。でうんちの匂いしたらもう親に交換してもらってっていうのも10分おきくらいにやってて、もう何枚おむつ使ったか分かんないっていうくらいでしたね。1日ずれてたら東京に行ってたことになるから、東京でそれが発症して、ホテルでそれが発症してたかと思うとゾッとする。もうそんなことになったら生きていけないっていうか、本当にどう生活していいか分かんない。でやっぱりそれだとずっと脱水症状にもなっちゃうから、脱水症状気味で、でも食べて飲んでしちゃうとまた出しちゃうのも嫌だから、食べず飲まずで、でその1日終わった後に少し下痢が落ち着いたから、やっと OS1 を飲んで、家にその整腸剤とかもともとあったし、痛み止めとかももともとあったし、胃腸薬っていうのももともとあったから良かったけど、いや大変でしたね。こんな感じでアイシャドウ、やっぱ下囲うとすごいね。なおかつ下に線を引いていくんですよ。この粘膜のところに引くのがね好きだったんですよね。うん、どう？ちょっと締まる、めっちゃちゃくなるけど、お、やっぱギャルっぽいね、囲みメイクすると。あ、アイライン引いて、で、つけまつけてカラコンしたら終わりだと思うんですよ。で、カラコンはちょっと今持ってるカラコンの一番激しめなやつ、これを使うんです。これはね、なんか試しに買っちゃって微妙だったカラコンだったから使い切りたくて、これを自分でつけまつけるの久々すぎて、つけれるのかな、これつけた。あ、いいじゃない。やっぱつけまつけるとすごいさ、目のこの濃さが一気に変わる。一気にギャル感増しましたね。これじゃないけど、ちょっと鼻をクッとやっておきたいと思います。全然。
全然なったんじゃないですか。で最後でもこれ入れるとさ、ちょっと過去の老いには全然近づかないんだけど、使い切るきっかけがないので使っちゃおうと思います。これすごいのよ、ミスったんですよ。なんか宇宙人みたいな色になるんだよね。ほら、あ、怖い。え？怖い。でもこっちの方がちょっとギャルっぽい。怖くない？このコンタクト。黒目がめっちゃちっちゃくなって、周りにすごい色がつくんだよね。ここにボリュームが欲しいんだよな。こんなんかな。やっぱこんなん。はい、化粧は完成しました。完成しました。じゃあ制服着替えていこうと思うんですけど、これが高校の時の制服です。すごいちゃんと撮ってあるの、私。物持ちいいし、人にあげるということもしないから、基本撮ってあるの。これ、ブレザーが、しかもここね、本当の形はもっとこう、長かったの。長かったんだけど、詰めたんですよ。切って詰めるのをね、やっぱダメだったんだけど、もともとこういう形だったんですよ、みたいな感じに、しっかり加工していただき、腰ラインにこう綺麗にくるような感じでやってました。はい、でまあスカートもバッチリ切ってますね。もともと長さからバッチリ切ってます。でワイシャツはよく見るとこれチェック柄、なんかちょっと黄ばんでるけどチェック柄なんですよね。はい、ただの白じゃないの。かわいい。で本当はリボンがあるんだけど、リボンはどっかに行っちゃった。リボンをつける人じゃなかったから。でこれですね、修学旅行、これ長崎にいた時に、まあ、ニーハイそんなに入るあれもなかったんだけど、多分寒かったからかな、ニーハイをこうやって履いて、でこの感じで着てました。あとさっき言ってたギャルパラサークルだったので、学校に行ってた時のスクールバッグも撮っておりました。これね、これ俺が本当に当時使ってたスクールバッグなんだけど、あのこうやってさ横に持つっていうのをやらなかったの、基本的に。これをリュック背負いでこう後ろにこうランドセルみたいにさ、ちょっと今車椅子でできないけど、そこをみんなにこう見せるような歩き方、持ち方だったので、じゃじゃーん、こうやって背中に、うちらのパラパラサークルの名前ズーっていう友達にね書いてもらったやつをずっとこう見せながら背負ってたし、だから後ろ姿を誰が見ても老いが走ってるっていう風に分かるような感じで過ごしておりました。ということでちょっと着替えます。はい、はい、ということで、じゃああの制服に着替えました。こんな感じでどうですか。老い的にはさ全然いける全然いけると思う。なんかやっぱあれだね、このコンタクトが怖いな。別になくてもいいけど、制服も入るもんですね。で老いは基本前を止めるタイプの人なんですよ。この真ん中だけを止めることで、ここにウエストのくびれがすごいできるから、基本的にこういう感じで前止めてました。はい、で今の子たちってさあのハイソックスを履かないよね。なんかすごい短い靴下履くけど、うちらの時はやっぱりハイソだから、このちょうどここら辺くらいの長さの方が可愛く足が細く見えると思って、この長さでやってましたね。こんな感じ。どうでリュックね、リュックをこういう感じで背負って、はい、どうなってんだ、うまくできた、いいんじゃないですか。ほらギャルまこちゃんどうだったでしょうか。まあ
こんな感じなんとなく制服着てみたかったので YouTube の力を借りて制服を着てみました。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。